成人式の時に振袖着たままこの秋田犬と並んで撮った写真を知人の夫米人に見せたら口開けて笑ってるみたいな顔して、飼い主振袖の自分を見上げてる犬におおってとろけそうな笑顔でハーハーしてた。着物好きだって言うから見せた写真なのに振袖は完全スルーだった。後から嫁の方に聞いた話では、この米人夫は日本に留学中にハチ公物語のドラマだか映画だかを見て感動し、日本全国の国産犬種の故郷巡りをしてるうちに日本に惚れ込み住み続けることを決意したんだそうで、日本国内に就職して日本人の嫁ももらって、あとは秋田犬だけだとペットショップに行こうとして、マンションじゃ大型犬は飼えないって嫁に叱られ、マジで半泣きだったらしい。小型犬ならいらないってすねて、ハチ公物語のポスターで我慢してるそうです。秋田犬はでかいし手なずけるの難しいだろうな。ちゃんとしつけられたら飼い主に従順でいい犬なんだろうけど、嫁、仕事と比べるとペットを飼える家を得るためのハードルは高いな。数年前のある会社のペット飼育率調査では、ペットを飼っている米人世帯が 70% あり、そのうち 50% が犬、猫は 39% というデータがありました。家のサイズや庭の広さなど大型犬を飼うのに適した環境だからかなと思いました。知人の旦那様もそんな感じで夢を見ておられたのかな。ちなみに秋田犬についてこんなエピソードもありました。実家で飼ってた秋田犬は家族以外の人間が自宅敷地内に足を踏み入れると食いしそうな勢いで吠えてたよ。知り合いや近所の人の場合は家族がいいよと一声かけるとピタリと吠えるのをやめるけど、セールスとかだとわざと止めずに吠えさせておくので早々に撃退できて随分助かった。体でかいけどすごい甘えん坊でよく飛びつかれてたんだけど、重いから支えきれずに押し倒されたりしてちぎれんばかりに尻尾振るのを見るとなんか叱れなくなるので、仕方なく庭に転がったままムツゴロウ張りに撫で回してたら、近所の人が飼い犬に襲われてるって勘違いして救助に飛び込んできたことがある。そして忠実な番犬に歯を抜いて吠えられて逃げていった。勇気出して来てくれたんだろうに申し訳ないことしたと今でも思う。